となんか、優勝した時のじゃなくてもいいんですけど、はい、なんかこうツアー出てた時に印象に残ってる試合とかなんかあります？そうです、たくさんありますけどね。でもやっぱ新人の時に、当時、まあ、岡本彩子プロがまだ、うん、プレーされてて、はい、でその時にもう同組になったんですよ、初めて、はい、結構プロになってすぐで、あともう一方藤井霞プロ、うわすごい組ですね。すごいですよね、はい、もう水野の大先輩いやまあ緊張しましたね、頭真っ白はい、あ、そう、何やってるか分かんなかったですで、彩子さんに、もう緊張してなんかフェアウェイウッド打ったらすごいゴロだったんですよ、本当にゴロだったんです。本当は池を越えて池の向こう側行きたかったんですけど、池の手前にゴロゴロっと止まったんですよね。でそしたらナイスレイアップって高橋ナイスレイアップでね、いやもうめちゃくちゃ面白いそうなんです、ね、いろいろありますよ、そういうのがねやっぱね、はい、印象に残ってますね。あ、そうなんですね、いや楽しいです、ね、じゃあ話は変わりますけれども、はい、変わるんですか、ね、これは今のね吉田愛子に、絶対に美穂子さんに振ってほしいと言われたあ、ちょっと歯切れが悪かったな第1回目の時に、はい、私の姉とあと内田琴子プロ、はい、そして木本若菜プロ、はい、で結成された4人組ダンスユニット、はい、KM エンダーですね。僕ほんとぶっちゃけで言うと美穂子さん、はい、ツアーに出られてた時僕の姉もちょうどそのタイミングで本当ルーキーぐらいの感じで、はい、出てたんで、お見かけしたこと何度もあるんですよ、ツアーの会場で美穂子さんのことは。ただそんな歌だとかダンスとはもう本当に対極のクールだしゴルフ場では ね、はい、だからもうびっくりして、姉が最初美穂子さんとダンスユニットやってるっていう話を聞いて、これなんすか、自分の中でこういうダンスユニット組んでやりたいみたいなのは昔からあったんですか？いや昔からそこまではこう描いてはなかったんですけど、まあノリでノリで始まったというか、まあ、私昔から安室奈美恵ちゃんとか大好きで、はい、それこそ高校生の時とか、なんか見よう見まねで歌ったり踊ったりとかしてて、まあ、その、まあ、名残で、はい、で倖田來未ちゃんが好きになって、でこう DVD 見た時にもうかっこいいってなって、これがやりたいってなって、もうバコーンってきましたね。最初は何のステージに立ったんですか、それで一番最初ステージ、うん、やるぞってなって、プロアマー の表彰式の余興としてオファーがいいっすねございまして、いや美穂さんもう最高の、ね、僕なんだろう、ユニットだと思いますよ。もっと広めてった方が僕はいいと思いますけど、ね、だってすごいこう親和性が高いというか、ゴルフのプロアマの余興でプロ、うん、女子プロゴルファーによるダンスユニット最高じゃないですか。本当ですか、はい、いやすごいクオリティも高いですし、本当ですか、まあ、強いて言うならば、はい、愛子ちゃんがクオリティを下げているという部分はちょっと否めないですけど、とんでもないもうチームリーダーですからそうだったんですか。もうかれこれもう10年以上もう結成して、はい、長い結構やってるんですよ。あ、そうっすか。今もそういうプロアマの、余興だったり、はい、そういうお話はあるんですか。去年とかやりましたよ。ああ、そうですか、はい、去年とか、まあ、ちょいちょいそういうね企業さんが、うん、いらっしゃる時は、はい、そんなのもっとだから美穂さんもね SNS とかやられてないから、うん、広まりがね、で、まあ、僕の姉ちゃんも SNS やんないんです。そうですね、みんなやらないの、みんなやんないんだ、ダンス部ね、みんなやらないんですよ。なんでもう、ね、なんでやらない、もう自己満足。いやこれみんなの4人グループのアカウント1個作った方がいいっすって。あー、なるほど、本当に。ああそれはいいですね。てかこれもう5月に、オンエアされるんで、それまでに作っておいてください美穂さん。で夢とかっていうと、そのじゃあユニットをどうこうするとか以外でもいいんですけど、はい、なんかあります、こういうことやってみたいな。そうですね、まあでもね引き続きダンスも頑張っていきたいなとは思ってるんですけど、
まあ、ゴルフの方でも、まあ、今先輩方が全米のシニアに出られてるんですよ。まあ50歳以上からなんですけれども、なんかね、そういうのを見て楽しかったよとか、そういうお話聞くと行ってみたいなって私もなんかちょっとこう今思いがあって。うわ、めちゃくちゃいいですね。かっこいいなと思って。それこそね、福島アッコプロも去年とか行かれて、はい、もう活躍されて、もう素敵だなっていうふうに思ったんで、まあ、私もその、ね、年を迎えてゴルフをやっていたら出場してみたいなっていうふうにちょっとまあ今思ってるかな。素晴らしい。いや、それは、ね、いや本当見てみたい。やっぱり、じゃあちょっと話変わるんですけど。変わるんですか。まあゴルフ場のね推しグルメを、はい、ちょっと聞きたいなと思うんですけど。変わるんですか。はい。私お魚が好きなんですよ。あ、いいっすね。はい、お刺身とか焼き魚とか。あ、いい。なのでゴルフ場とかだと、まあ、千葉とかだとヌーベルゴルフクラブって、はい、あるんですけども、はい、もうそちらはもうお寿司がとても美味しくて。お寿司、お昼ご飯のお寿司、お寿司、はい、お寿司、お寿司定食的な、はい、あ、お寿司ランチみたいなのがあって、うん、があったり、なんか限定で期間限定でバイキングとかやってると、そこでもう職人さんが握ってくれて、もうそこで食べれるとか、天ぷらもそのまま揚げたてのいただけるとか。すごいっすね。めちゃくちゃ美味しいですね。まああと私もそうですね、大洗ゴルフクラブはもう焼き魚がとても美味しくて、もうレベルが違う。美味しいですね。朝のもう朝定の朝定から焼き魚、はい、はあ、食べたことないな、どっちも。もうそれが楽しみで、なかなか行けないゴルフ場ですけどね、はい、で私も福島出身なので、まあ、お魚あんまり縁がないんですよね。あ、そうなんですか。はい、中通りの山の方なので、 あ、うん、あまりこうちっちゃい頃はお魚は好きじゃなかったんですけど、まあ、仙台に行ってお魚美味しいなと思ったし、また千葉に来て、まあ、今千葉に在住なんですけど、はい、イワシが美味しいですね。へー、何ですか。銚子港から上がってくるんですか。あ、もうそっちの、はい、九十九里の方とか、はい、このイワシを生でお刺身でいただけるっていう。わー、すごい美味しそう。美味しいんですよね。じゃあヌーベルのゴルフ場のお寿司と大洗の焼き魚定食と、はい、イワシの刺身ということで、ね、イワシ美味しいです ね、千葉は。はい、ということでね、今日4回にわたってお届けしてきました、はい、高橋美穂子プロのいろんなねお話聞けてめちゃくちゃ楽しかった。ありがとうございます。ぜひ本当そのシニアの大会目指して、はい、頑張っていただきたいなと。頑張ります。応援しております。ありがとうございます、ね、ダンスの、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。